ゼロさん、つちチムチムチムアーディーさん、ケイタさん、あ、ティーマナブさん、ギロンさん、コジさん、ありがとう。そう、弥生のお手紙書くってなって、まあ、何書こうって思って、てまあ、また今度のジャンレディの、ジャンレディのね、まだ放送されてない回を見たら分かると思うんですけど、まあ、どうしよう、何書こうかなって思って、でも弥生との思い出はいっぱいあるなって思って、で、振り返ったら、でもほんまに加入してすぐの時に、なんか一緒の部屋、一緒のホテル泊まってたんですよ。でその時に納豆巻きを食べた彼女が忘れられなくって、あれでめっちゃ印象変わった。弥生のめっちゃ部屋臭くなってショールームイベントの時話してたんか、あ、じゃあ初出しじゃなかったんや、あれ初めてかと思ってた。めっちゃ臭かって、なんか超やばいってなって、そう。でも弥生は今も変わらず納豆巻きが好きな女の子です。でもなんかもうそれがおもろくって、なんかとかナンバー歩いてたら、そうプリキュア、そうほんまになんであれ言い出したんか覚えてないけど、なんかめっちゃ披露してくれて、めっちゃ面白いなこの子ってなったそんな、なんかそう変な部分を見て、なんか親近感じゃないけど、そんななんかとっつきにくいっていうか、なんかそういう感じの親しみやすさがちゃんとあったから、全然緊張せんくなった。もう可愛すぎてマジ可愛いって、あー可愛いみたいな、そうそう。でもプリキュアとか世代だからめっちゃテンション上がって、うわ懐かしいって、ピカピカピカリンじゃんけんぽんやみたいなフいやマジで弥生はいいね、かわいいね、ほんまに。だから19歳おめでとうって思ったね。そう、見た目姫だけど中身が超おもろい、めっちゃ変人超変人で超おもろい弥生は。なんかもう生誕祭あやかね、確かにもうちょっとなのかな、ちょっと日程はねまだ分かんないんですけどね。お手紙誰なんだろう、同期かな、やっぱなんか同期やったら逆に誰なんやろ、やかなんかいろんな人ありそう分かんないバターをこぼすエピソード、そう焼肉行った時になんかアルミの、お前坂田と誠弥生と行った時にこうなんかアルミのアルミホイルの中にこうなんかバターかかってるさつまいもみたいなのあって、なんかその彩香と誠がこう肉焼いたりとか、もうなんか坂田もやってくれて、まあ、ちょいちょい弥生もやろうとしてくれて、でその芋のアルミをなんか移動させようとした時に汁こぼしちゃって、弥生がもう触らんで大丈夫やで、食べるだけでいいよあんたっておもろかった。あれ牛角じゃないよ、なんかてかめっちゃなんか結構いい値段したなんかあんま何も考えずに行ったら思ったより食べちゃった、みんなで生誕祭、いや入れますよきっと皆さんね、なんか生誕祭あるのかなじゃあ頑張った。なんか蜂蜜とバターがさつまいもにかかってるやつでした。でそう、サランで大丈夫やでってタイピョンと弥生は粗相シスターズ、確かにちょっと危なっかしい。この前もやかあのほんまに大変やって、この前家でもうほんまに大変やったんですよ、なんかこの前家で一人でね、もうほんまにもうどうしようどうしようどうしようってなって、もうなんでかわかんないけどテンパりすぎて、なんかスマホ水没したし、普通にはっはっもう無理無理やってなった、めっちゃやばかった。
牛角美味しいよね。あ、焼肉食べたい。やばい、ほんまに焼肉をそう食べたくなって、その日え、もうご飯そう焼肉食べたいって言って、食べいかんって言って、弥生とかもうちょっと賞味半分帰りたいみたいな気持ちやったので、え、行くよねって行くよね弥生って、そう無理やり連れて行ったんだけど無理やり連れて行って弥生を、だから姫しても許した。食べ放題、いや食べ放題のとこあんま最近行かんかも。ユッケ食べたいあやぴょんまだカルビ行け、あ、まだ行けますね、全然。タンも食べた、めっちゃ、やっぱまあタンはねマストだよね。何が好きですか皆さん、焼肉行ったら何食べるの？なんか自分より年上の人って何食べるのかな、わかんない、自分全員が年上ってわけじゃないと思うんだけど、この時間だったらさ、あれじゃん、子供は寝てるやん多分多分ためかそんぐらいかやん。美味しい焼肉屋連れてってあげた、いや食べたいほんまに焼肉だから、インスタでずっと焼肉の写真見てるんだけどなんかなんか外食しすぎて最近、だから本当に良くない、外食ばっかするの良くないんで、ちょっともう控えます。今日もゆうなさんと喋っててご写真見てて、あ、そうでも今日も昼食べちゃったんです、また食べちゃったやばいやばいつぎりのタン、うまい。ホルモン？ホルモンは私まだね、ホルモンの域に達せてない。あの、なんだったっけ名前、てっちゃんだっけ、なんかさ、あるやん、ちょっと名前わかんない、あんま何も考えずに食べてるからなんかこんなやつ、こんなやつの脂身が強いのはちょっとまだ難しい、あやか厳しい。なんかマジでカルビぐらいかな。タン食べ放題のお店、美味しそう、やばいやばい、お腹空いた、もうほんまに無理、最近ほんまにやばいんですよねめっちゃもうドカ食いしちゃってる小タンとハラミ、やっぱマストやね。確かにハラミはいいね、ミノうまい、でもハラミ人気めっちゃ、こうざっと見てて、ユッケが美味しいとこ探し、いやなんかでも私は賞味あの全部美味しいって思えるので待って、千枚あ食べたことあるよ、あやか千枚食べたことあるけどどれかわからんちょっと見た目食レポして、ご飯まだ食べてない、これ終わったら食べます。劇場の近くにめっちゃうまいホルモンの店、まあでもなんか食べたいな、ホルモン。多分さ、ホルモンさいつも最後らへん食べるからめっちゃ重いって感じるんやろな。クッパ食べる、え、あんま食べん、なんかそういう系あんまいかないやか、けどなんかマコとかと行ったらマコがだいたい締めで食べるから分けてくれるから一緒に食べるたりする。坂田ホルモン好き、あ、そうなんやおもろっ焼肉の話やばい、お腹空いちゃうよ、やばいよ。味オンチって言って、あ、なんか味オンチ、まあ、全部美味しく食べれるみたいな感じですねシンシンは食べたことある、焼肉の方ね、ない、なんかてかいつも同じのばっか食べてるんかな、なんかもうあるがままに食べてる、なんか美女で食べてる。でもなんかわかんないけど、なんかユッケがずっと好き、なんか去年の夏か秋ぐらいからなんかずっとユッケ好き。坂田は何してたん、焼肉の時に。
もうほいほい置かれて食べる。でなんか肉とかなんかこう最後1個余るみたいなのあるじゃないですか。で4人で行って9枚とかなったら1人2枚で1枚余るじゃないですか。で1枚余って誰行くみたいになった時に、あ、じゃあ行くわの係え、ジンギスカンね食べてないんですよ、北海道行った時。でもなんか食べれなくって、そのめっちゃ並び待ちすぎとか、ほんまにめっちゃいろんなお店電話したりとかやったんやけど、めっちゃ混んでて無理で。でもね、私ね多分ジンギスカン無理かも。なんか匂いが多分無理かも。新あれなんかな、ちゃんと何本場だったらめっちゃ美味しいのかな。何でも美味しく食べれることほど幸せなことはない。ほんまにそうやでほんまにそう。生レバー、レバーほんまにあんまりかも、あやかレバーはあれかもしれんちょっとなんか渋いな。てか一回若と焼肉行った時に、なんかそのめっちゃメジャーなカルビとかハラミとか、まあ、なんかロースとかそういうなんかメジャーな感じのお肉のセットを頼んだんですよ。で そしたらなんか違うお肉来てなんかこれ違う気がするな、まあいっかとか言って食べてて、食べ終わった後に店員さんにこれなんかレバーのセットでしたみたいな言われて、後からそれでなんかめっちゃえってなった記憶ある。なんかそれで、ね、でも気づかずに食べてて、なんか食べてまあなんかいつもと味ちゃうけどまあいけるかみたいになったから、うーん、梨寄りのありかも焼き奉行はまこがめっちゃ焼いてくれて、でもなんかみんなで弥生は姫なんで例外で回し焼きしましたね。回し焼きっていうか、まあみんなで回した。あやかとまこが焼いて、まああやかとまこが食べてる時坂田もこう焼いてとか、まあ弥生もね手助けしてくれたりしたよ、うん、そのセットで出されて分かんなかった。あ、生のレバーはいけるけど焼いたら無理。逆に、ね、店員さんに言えばよかったよね。確かにもうでも食べ終わっちゃったからもういっかみたいな。やばい、焼肉食べたい本当に。なんかユッケ、どこのユッケが一番美味しいか選手権をしたい。あやかはやばい、おすすめの焼肉屋って教えてくださいちょっともうお腹すきすぎてやばいんでランキング見ます。13位くついもさんありがとうございます。12位じゅんいちさんありがとうございます。11位357050さんありがとうございます。10位トップ D のおしょうさんありがとうございます。9位レオさんありがとうございます。8位いずものかたりべさんありがとうございます。7位フレンドちゃんありがとうございます。6位やすさんありがとうございます。5位チキン生さんありがとうございます。4位のんしんさんありがとうございます。3位たんべまんぼティたんべまんぼ改めティーまなぶさんありがとうございます。2位山田ムーンライトラバーさんありがとうございます。1位ギャオスケさんありがとうございます。またじゃあ焼肉トークしましょう。それではありがとうございました。バイバーイ。